ただきです今回はです、ね、仮想通貨のトレード、まあ、それ以外のトレードに関してですけども、非常にです、ね、重要な話をしたいなと思いますで。その1つ目の話なんですけども、今回は、ね、1つのテーマに絞って話したいなと思います。それは仮想通貨のトレード、まあ、それ以外のトレードに関してもそうなんですけども、早すぎてもダメ遅すぎてもダメということです。ビットコインも、まあ、仮想通貨に関して、ね、特化して話しますけども、ビットコインの、ね、価格とかですね買うのが遅い、早い、 タイミングとかですね、i c o もそうだし、仮想通貨ね、日々売買してる人とかだったら、そのエントリーとかね、利確損切りのタイミングとか、いろいろあると思いますけども、すべてに共通するのはですね、タイミングによってすべてが変わるわけですね、買うタイミング、売るタイミング、もしくは売って買うタイミングです、ね、ロングとショートのタイミングとかによって変わるということです。 で仮想通貨は2008年から、ね、ビットコイン、8年、9年あたりからビットコインができて、そこから今もう2018年、10, 10年ぐらい経ってるわけですね。ですので、それこそ2008年ぐらいとかにです、ね、ビットコイン持ってれば、10万円分とかでもです、ね、買っておけば、数十億円とかになってるはずですけども、なってるわけですね。たった10万円、10万円で数十億いくのかなちょっとわかりませんけど、まあ、数億はいきますね、絶対。 それぐらい下になっていると。100万円とか買っていれば、数十億円とかね、になっていると。ただですね、おそらく2008年とか、それぐらいに買うっていうのは、先見の明としては非常に多いですけども、買うタイミングとしては2016年とかですね、2015年とか、それぐらいに買うっていうのが非常にね、 えー、良いことなんじゃないかなと思います。それがなぜ早すぎてもダメなのかっていうと、2008年とかに買ってもいいんですけども、流行らないで終わった可能性もあるわけですよね。仮想通貨自体が。えー、ここに来るまで10年かかっていて、やっとそのスタートラインというか、やっと知名度が、えー、大きくなってきたっていう段階が2017年ですよね。2016年も仮想通貨ってものあるってことだったりとか、2014年のタイミングではマウントボックスが破綻したりとかで、一時期ね、もうビットコイン自体も終わったんじゃないかってニュースが出たりとかしましたよね。 うんえー、だけども2014年の段階では、えー、マウントコックスの破綻も影響もあってかほとんどの人は、ね、仮想通貨を買おうとは思わなかったとあの段階で買ってしかも暴落が起きたタイミングで、えー、買っておければ、まあ、今そのタイミングで買ったとしても、ね、10万円分とか100万円分買ってれば、まあ、数億円分とかに、ね、なっていると思いますけども、えー、そういったよう点をな資産を築くことができたとただし、えー、多くの人がそこに気づけない、うん、2017年特に12月とか ね、冒頭して話題になっているタイミングで買って2018年ずっと下がっていって含み損っていう形になっている人が、ね、非常に多いんじゃないかなと思いますでそういったことを考えるとやっぱり早すぎても遅すぎてもダメとでその、えー、大企業とかですね今年になって多くの,、ね、その大企業、えー、プラス大口、えー、の投資家が参加,して参加表明をしたりとかです、ね、実際に少しずつ、ねえー、仕込んできていると、えー、仮想通貨を買っているビットコインを買っているイーサリアムリップルを購入していると、えー、いうような事実があります そういったことを考えると、えー、なぜ今のタイミングなのか、えー、昨年の12月の、えー、前に、要は2017年中に、えー、大口の、ね、投資家も買っている人たちもいると思いますけれども、えー、そこじゃない、要は大口の投資家たちとか、えー、大企業が参入するということを決めているという理由は、えー、17年の12月の大暴騰があったから、今こう、えー、参入するということを決めているわけですね。要はなぜかというと、ある一定クラスの市場規模に広がってきたから、 えー、大企業は参入してくるとじゃあなぜ昔に参入しないのか、もっと早くから大企業やればいいじゃんって思いますけども、一般庶民とかが、ね、仮想通貨の認知がないのに、えー、例えば、ね、取引所を量産したりとかねしたとしても、取引所で買う人がいない、要は大企業が仕掛けたとしても利益が少ない、だからやらないっていうことですねで。なぜ今年になって、例えば、えーまあ、有名なところで言うと SBI とかのバーチャルカレンシーズとか、 が、ね、始まるとかっていうことを言っているかというと SBI 的にも、えー、今年からやり始めたとしてもまだ来年再来年それ以降と圧倒的にまだまだ早いもっともっと市場規模を拡大するであろうから今このタイミングで参入しても全く問題ないっていう判断だと思うんですね、うん、これがもう遅すぎたら普通はやらないと思いますし、えー、大々的な、ね、そのマスメディアに対しての、えー、マス広告とか打たないと思うんですねメディア、えー、ネット上もそうだし広告とかねクイ、えー、ちゃん静かにね あの、そういうふうに打たないと思うんですね。ですので、非常にですね、あの早すぎてもだめ、遅すぎてもだめ。で、じゃあなぜ来年、再来年、もちろん来年、再来年以降も参入する企業、大企業もそうだし、中小企業もそうだし、もしくは大口の投資家、中規模、小規模の一般投資家とか。 一般個人の投資家とか、もしくは一般庶民が、えー、仮想通貨を買うということはあり得ます。だけども、そのタイミングではもう遅いんですね、価格はもう今よりも上がっていると思います。それこそビットコインが200万円以上になってて、それが普通、それでも安い、ね、300万円で安定してて、もしくは500万円で安定してて、あのビットコイン200万円のこれ、安かったねっていうような時代が1年後、2年後になっている可能性もあるわけですよね。 そうなったときでは遅いっていうふうに思っている人から、えー、どんどん2018年とかの下落している中でも、どん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 ,どん企業とか、えー、多くの投資家が、えー、この参入してきているというような状況です。でこれが、それこそですね、仮想通貨が今よりあと5年後とかにですね、えー、例えば、えー、参入するというか、えー、仮想通貨のコインを買ったり、i c o に投資したりっていうことにしてしまうと、まあ、圧倒的に不利と。 同じ、えー、10万円を投資する、100万円を投資するでも、えー、今投資するのと、あと5年後、10年後に投資するのでは、えー、もうその価値というかですね、増えるリターン、もらえるリターンって圧倒的に違うと思うんですね。10万円が、えー、5年後とかには多分1万円とかね、えー、大きく増えて5倍とか、うん、しかも買った、IC の時に買ったやつが1年、2年後に5倍になったらいい方だよね、みたいな、本当に株とかですね、そういったぐらいのレベルにしかならないようなね、 市場になななっっってててしまってるんじゃないかなと思っていますそれはなぜかというと人が多く、えー、参入している要は仮想通貨を持ってるのは当たり前になってくるから、えー、ですねじゃあなぜそんなに当たり前になってるのって言えるのかというともう大企業は参入してるっていう時点でクーちゃん <laughs> ちょっと愛犬がクーちゃん静かにあるいは大企業参入してるって時点でもはやですね市場がでかくなるそして一般の庶民 多くの人たちが参入するってことを決定してるわけですね。ですので、もう当たり前のように市場を拡大していきます。そして価格も上がっていきます。ビットコイン含め。それ以外のコインもね。そしてビットコインは21年とかに半減期、20年かな。半減期ありますので、それ以降、また価値上がっていくことが予想されます。ですので、それ以外のコインもですね、えー。<laughs> ふちゃんちょっと取り直しになっちゃうから。 続けますけどね <laughs> あ。何事もなかったかのように続けますけど。で、あのもう大,き大々的に拡大していくことがもう決まってるわけじゃないですか。ですので、あのもうやらない方がもうリスクなわけですね。なので、あのー、もう上がっていくと。で、そのタイミングで、要はその遅すぎるっていうことはもうリスクなんですね。で、逆に早すぎてもいけないと。要は2010年とかに買ったときに、えー、そこでもう、えー、仮想通貨って概念自体がなくなっていく。 可能性もあったわけじゃないですか。だから、えー、早すぎてもダメと。で、逆に2017年前半とか2016年ぐらいにビットコインとか、えー、リップルとか買えた人たちは、もう本当に良いタイミングですよね。そのタイミングが、えー、要は数年後に、えー、大きく上がっていくだろうタイミングで買えるということは非常にね、えー、素晴らしいことなんじゃないかなと思います。もちろんね、2010年前半とかに先見の目で、 上がる、えー、これは間違いなく10年後に普及していくっていうようなことを想像できた人は本当に素晴らしいですけども、まあ、普通はそこまで、ね、読めないっていうところありますし、えー、不確定要素がね大きすぎますよねだって今までにない概念だからそれこそ不動産を買うっていうタイミングであれば、えー、新築でね、えー、場所がいい東京の一等地とかもしくは海外不動産であれば、えー、そのね都市のその国の首都のど真ん中にあるっていうような物件で非常にその えー、間取りがいいとかですね、があれば、間違いなくですねあの、10年単位で買って、えー、利益をね、えー、10年単位で回収するってこともありですけども、そうじゃない限りは、えー、基本的にその、ねあやまあ、仮想通貨自体もなくなるっていうリスクも10年前に買った人からすればあるわけじゃないですか。ね、だから価値が低いわけですよね。ですので、あの早すぎてもおかしいとで。逆に短期トレード、ね、今日買って、明日売るっていう場面でも、今日の場面でも、えー、ビットコイン今下がってますけども、いったね、えー、少し下がって、 今いくらかな ?70、5万1000円とかですね、ビットフライヤーで見ると。まだ下がってます。で、あの、ただ、ここのタイミングで買って、まあ、おそらく少し上がると思うんですけど、結局、2択しかないわけですよね、トレードに関しても。買うか売るか。で、そのタイミングで、えー、買うか売るかで、えー、引き分けっていう概念も、まあ、あるといえばありますけど、例えば、買って売る、それで利益が まあ手数料を含めずに,に言うと、ゼロだったと。言うと、トントンで引き分けみたいなことあり得ますけども、選択肢としてあるのは、買うか売るかの2択だけですよね。非常にシンプルで,で、そのタイミングで結局は、じゃあ何をね要素に勝ち負けが決定するのか、要はお金が増えるのかって言われれば、安く買って高く売れば利益ケが出るし、高くで売って、高いところで売って安く買えば、 利益が出ると非常にシンプルですよ、ね、でも逆だともう最悪なわけですよね。えー、安いところで売,売って、高いところで買う、えー。高いところで買って、低いところで、高いところでん買って、安いところで売るっていうことをすると、まあもう損でしかないと。ね、ですよね。そういった風になるので、あの本当にですね、えー、エントリーのタイミング、要は早すぎても遅すぎてもダメと。常に最適なタイミングでエントリーすると。で最適なタイミングとか、 100%の勝率というものは絶対に無理ですのであの、上がる下がるを予測して、そのえー、フィボナッチとか、えー、テクニカルとかです、ね、読んで、えー、どのように対し、えー、値段に対して値動きが予測されるのかを、えー、考えるとで、自分のシナリオというのを、えー、何パターンかです、ね、描いて。 このパターンだったら、少しこれぐらい値段下げたら、その後は下に行くなと。いうんであれば、損切りをするとか。逆に、このパターンで少し、ここまでだったら許容して、その後に、ここでキープできれば、その後上がっていくんじゃないかということが予測されるのであれば、そこまでは損切りをせずに、そのまま買いを持って、ロングをしておくと。で、その後予定通りに上がっていけば、利確のラインを自分でね、設定しておいて、そこで利確をするとかですね。そういったふうにする。 いうことです、ね、非常にそのシンプルで、だけども、えー、何パーセントなんですね、勝ってる人って、9割ぐらい負けてるんじゃないですか、トレードで、FX でも株でもね仮想通貨でも。ですので、その2択しかないにもかかわらず、多くの人が負けてると、まあ、ちょっと正確な数字はわからないです9割ぐらいはね負けてると思うんですけど、資産を失ってる。あのまあ、今、下落相場で下がってるタイミングなんで、まあ、それは仮想通貨に関しては、ちょっとまあしょうがない部分ありますけど、えー、ね、 FX に関しては、普通に2択でね、あのサイコロみたいな感じで、サイコロで振ってね、勝つ負け、えー、振っていけば、基本的にはね、その勝率は2割とかね、あ、2割じゃない、5割に近づいていくはずですので、まあ、それがないってことは、やっぱりその人間の欲というかね、えー、もっと上がるんじゃないか、買っておいてね、と思ったら下がってしまった。逆に、下がってるけども、上がるんじゃないかと思ったら上がらずに、どんどん下がっていったと。で、そこのタイミングで、そのまま放置してればまた上がるかもしれないのに、下がったタイミングで損切りというかね、 損を確定させてしまうっていうことに、えー、なってしまっているということで多くの、ね、人が、えー、資産を失っているとだ結局は、えー、早すぎてもダメ、えー、買うのもそうだし売るのもそうですねで遅すぎてもダメ常に、えー、買うタイミング売るタイミング、えー、利益を確定するタイミングも損を確定させるタイミング損切りするタイミングも、えー、常に早すぎても遅すぎてもダメと常に、えー、自分の,、ね、その売買のルールに従って、まあ、基本的には1回のトレードに対する、ね、損失は2%以内に した方がいいと言われてますけど、資産に対してね。まあ、トレード金額に対してだったら5%から10%ですね。ぐらいがいいんじゃないかなと思ってます。まあ、そのトレードする1回のエントリー金額は、資金に対しての10%ぐらいに抑えておくとか。まあ、そうすれば、5%、10%動いたとしても、全体の1%、2%ぐらいで収まるのかな。うんえー、だと思いますけども、それぐらいで抑えられるということができますので、 えー、安全に運用することができると、要は、えー、100回負けても、えー、資金がゼロになるか、もしくは残っているという状態を作れると、100回トレードやって100回負けるなんてことはです、ね、通常ありえないのであ、そういったことはできるということですね、だから常にその早すぎてもダメこれは仮想通貨だけじゃないですけどね、ビジネスでもそうだしあの、要は先見の目がありすぎて、えー、今からです、ね、30年前とかに例えば宇宙産業とかです、ね、ロボットに対する。 開発をししててたりととかしては多分早すすぎると思うんですね今から10年、20年前にやるべきことは、おそらくパソコンの開発、ね、例えば Apple とか、ビル・ゲイツさんのように、えー、Windows のようにですね、パソコンとか、その中の、えー、パソコンのコンピューターとかですね、えー、そういったものを作るような仕事、職業、もしくは企業がですね、今になっては本当に大企業になっていると。 いうことでですので、まあ、そのタイミング今からまた10年後になったらまた違うと思うんですね。今から10年後にそういった会社を始めるっていうのが遅いと思うんですよ。おそらくもう強い会社には勝てない。うん、常にですね、えー、あと逆を言えば、まあえー、その何も物を必要としない会社とかね。 個人だとしても今から、今ですね、まだ YouTuber とか目指すだったら、ギリギリまあ稼げていけるとかある程度ね、増やしていけると思いますけど、チャンネル登録者とかね。ただし、今から5年後、10年後になって YouTuber 始めるとかですね、そういったような SNS で有名人になるっていうのは、どん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 至難の技になってくるんじゃないかと。僕自身、今はそのネットビジネス業界とかですね、知名度とかね、ビジネス業界では知名度はありますけども、まあまあね、チャンネル登録者1万以上いたりとかしますけど、これがどん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 ね、 あのライバルが多くなっていったりとか、まあ、市場が本当にその、えー、変わっていくんじゃないかなということは、えー、思ってます。だから、その金融とかです、ね、投資を勉強しているということですね、非常に。そ普通じゃないくらいのレベルで毎日勉強してて、あのそれぐらい危機感を持ってです、ね、やばいんじゃないかなと。要はその、今がずっと続くわけないんですね、本当に。あの会社員もそうだし、ね、毎月30万という給料が上がるかもしれないけど、下がるかもしれない。ね、クビにななるかももしれない、えー、日本がねもう ね、地震でぐちゃぐちゃになるかもしれない、ね、僕の街とか、ね、東日本大震災で実際ぐちゃぐちゃ,ぐちゃになったし街、ね、が全部なくなっちゃったしねあそういったことを考えるとあ何が起こるか分からないだからそれに備えて常にです、ね、先回りしてもう早すぎるぐらいです、ね、準備をしていくとで僕自身25歳から、ね、あのネットビジネス始めたんで、まあ、遅いと思ってるんですけどビジネスを志、ね、すっていうこと自体がそういう発想自体なかったんで、まあ、やってよかったと思ってますけどあの、ね、今からね28から始めたんだ ね、また30過ぎてからじゃないと成功できなかったわけでね、遅いがゆえにもっと成功できない可能性もあったし、うん。っていうことを考えれば、本当にね、あの3年前にやってよかったなと。まあ、あながち自分のセンスとかね、あの努力も無駄じゃなかったなというふうに思ってます。なので、本当にですね、時代の流れを読む、えー、早すぎてもだめ、遅すぎてもだめっていうのは、これ、トレードのね、格言じゃないかなというふうに思ってます、えー。ということでね、結構長くなってしまったんですけども、今後もですね、そのトレードとか、えー まあ人生の考え方とかですね、仮想通貨の,そのえお金を増やすという時にも、本当にですね、結構メンタルが弱すぎる人が多くて、下がったんですけど、みたいな、佐々木さんが,ね上,がった上がるって言ったのに下がったんですけど、って言った後にまた上がったりとかね、したりとかして、右往左往する人がね、すごく多い。そういうようでは、もう本当になんだろうな、プロのねトレーダーとか金融市場の本当にカモになってしまうので、常にね、そういったことを、 値動きに対しても、なぜ上がっているのか下がっているのか、ここまでは損失だったら許容できる、ここ以降,以降に下がってしまったら損切りをしなければいけないというラインを明確に設定してエントリーするとかですね、あとは資金管理をです、ね、徹底して、いくら損が出たとしても、利益が大きい、損,損傷利退の状況に持っていったりとか。 もしくは、存在理性だとしても、勝率が高いとかですね。いろいろなパターンを組み合わせて、トレードで勝てるようにしていってもらいたいなと思います。そのためにですね、僕のチャンネルで、テクニカルもそうだし、あと、この前ね、プレゼント、仮想通貨トレードマニアをプレゼントしたりもそうだし、そういったことをしてます。でまだね、仮想通貨トレードマニアを受け取ってないという方は、こちらね、動画の説明欄から LINE アに登録して、仮想通貨トレードマニアの方をね、 受け取ってもらいたいなと思います。登録すると自動で送られます。プラス、まだ、ね、受け取ってない、LINE と登録しているけども、見逃してしまったという方は、仮想通貨トレードマニアが欲しいとメッセージいただければ僕の方で手動でお送りします。ですので、これからもこういった話とか、実際にテクニカルの分,分析とかを、実際の、ね、チャートとか、パソコンの画面を映しながら、今まではこういった僕の顔とか、ね、映しながらでしたけども、実際のパソコンの画面のキャプチャーとか撮って、 えー、説明したりとかもね、していきたいと思ってますので、プレゼントをね、仮想通貨トレードマニューの方ではキャプチャー動画もあるんで、えー、そういったところからね、まずはその、ね、値、えー、動きがどのように動いていくのか、なぜそう動くのかっていうですね、基礎を、えー、テクニカル分析の基礎をですね、学んでほしいなと。あと仮想通貨の今後ですね、の世界についても話してますので、ぜひね、そのレ、えー、プレゼントをもらって、しっかりとね、見て、えー、勉強してほしいなと思います、えー。それでは今回の動画以上になります、えー。ぜひね、今回の動画が良かったなと思ってグッドボタンと、えー、チャンネル登録お願いします。 あと動画の説明欄の方に先ほど言った LINE アットと、それ以外にもメールマガ、Facebook、Twitter、Instagram などもやってますので、ぜひね、登録やフォローをお願いします。それでは今回の動画は以上になります。ご覧いただきありがとうございました。